毎度おなじみ初心者の館だよ。あんたが素人だってか、その目は そうじゃないって言ってるぜ。元ソルジャーをなめるな。どれだけ物知りか教えてやる。しかも無料だ、無料出た。何を知りたいんだ。記録を残すには傷ついた。分からんな。魔法を使った回復、マテリア装備、こう、うん、別にか、知らんでいいだろう。あ、マテリアだこれ。全体化のマテリア、ほほう、お、早速手に入れましたね。今のマテリアは、今度の箱、宝箱をどうぞ。ん、今度はこの宝箱をどうぞ。あ、いた。エーテルゲット。いいんですか、こんな宝箱、お得なアイテムが隠されてます。ボトルタイプや袋タイプなど、他にも種類がありますから、お見逃しないように。全体化ってなんだ。魔法、魔法じゃないや、マテリア。全体化ってなんだ。全体化、あ、魔法に全体化がつく。あー、なるほどね。え、強くね。こうか、こういうことね。 OK、 理解理解。ポカポカポカ、助けてー。かわいい。そこは我慢だ。お前のリミットゲージがたまり始めている。ピエーピエン。よし、リミットゲージはいっぱいだ。遠慮いらない。リミット技で勝負だ。シュパーン。ベシ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 。強っ。ナイス、上出来だ。ピエーン。かわいい。なんだ、マッチョメン。物知り元ソルジャーさん。バトルを俺たち3人組で教えてくださいよ。報酬は弾みますから。お前たちから金を取るほど落ちぶれちゃいない。暇つぶしに付き合ってやる。属性とかあるんだ。何を教えてほしいんだ。まあめんどくさいんでカットします。魔法を助けて。落ち着け。相手が魔法を使うとき、マバリアかリフレク。ほう、マバリアは魔法ダメージを半分にする魔法。ほうほう。リフレクは魔法を跳ね返すが、跳ね返す回数制限があるから気をつけろ。マバリアかな。上出来だ。うーん、なんねんな。あなたは何？うっとりくるくる、これが噂のセーブポイント。テントを休むことができる。本当はもう、一つ秘密があるけど、今は秘密。お楽しみに待っていてね。もし全滅してもセーブをしておけば、その場所から復活することができちゃうの。これなら安心全滅もできるわね。ちょっと先の話になるけど、ミッドガルを出ることになったら、地平線まで広がるワールドマップで好きなだけセーブはすることができるの。その時が来たら思い出してね。ただいまご紹介に預かりました。あっちがセーブポイントでございます。旅先から行き先々でお目にかかることが、お目にかかることと思いますが、今後ともよろしゅうお願い申し上げます。俺様が宝箱だ。初心者の君たち、俺様をしっかりと探してくれよ。なるほどね。よし、じゃあもう一剣上があったから、そこ行きましょうか。あ、
ただ休めるほどスラム街は甘くないぜ。どうするんだい？ベッドを見たら眠くなってきただろう。休まない。強情ならもう休むときに休む。セーブできるときにセーブする。これがタフな生き方基本だぜ。おっさん覚えときな。商売上手だな、あの子。特に何もあるわけではないんだね。スラムだから。まあそういうわけじゃないだろうけど。寝るのに金取るのか。そっか。さあ、行こうか。この子がさっき商売してた子。大体見、まあ、見渡したよね。はあ、ジョニーのやついちまった。あんな、急に張り合い、なんだか急に張り合いなくなっちまったよ。俺って自分で言うのもなんだけど、酒飲んでないと寂しがり屋なわけよ。本当に丸の中に丸って書いてた？よし、行こうか。次、5番なんとか開くのかね。こっちじゃないな。下か。おう、ここから先を立ち入り禁止だ。そうか、すいません。僕もう耐えられない。いいわ、私もよ。初めてだね、意見があったの。ええ。それじゃあ、ええ。あ？グーグー、スースー。あ、寝ちゃったのね。そっか、眠たかったのね。困った。入れん。よし。へい。ふぅー。またか。おう。こいつは貸し切り列車じゃねえぞ。チレチレイ。また危ない人たちと一緒か。私もつくづく運がないな。おい、ずいぶん空いてやがるな。どうなってる？君たちがいるから空いてるんじゃないか？ニュースぐらい見てるだろ。アバランチの爆破テロ予告があったんだ。こんな日にミッドガルに出かけるのは仕事熱心な私たちサラリーマン神羅ぐらいさ。神羅なんや。貴様は神羅のもんか。私は暴力には屈しないぞ。こう分からへんな。バレット、あんた空いてるぜ。さてどうするんだ。け、落ち着いた野郎だぜ。こっちのスペースが狂っちまう。チャカチャカチャン。列車の接続がな済んだみたい。出発するわ。今回の作戦について聞かせてくれ。へ、仕事熱心だな、クラウドさんよ。仕方がねえ、説明してやる。ジェシーから聞いただろうが、上のプレートの境界には検問があるんだ。列車ごと ID スキャンするシステムだ。神羅島のね。今まで偽の ID はもう使えねえ。あ、そうなんや。本日もご利用、ご乗車ありがとうございます。4番街ステーション到着予定時刻はミッドガル時11時45分から ID 検査エリアまであと3分ってところね。よし、あと3分だったら列車から飛び降りる。いいな。3分後で飛び降りる。
クラウドこっち、進路モニターでも見てよ。またですか。ん、俺の家で挨拶するのあんただけ。感心感心。せやろ。あら、何度も見たって顔してるのね。まあいいわ、元そばに来て。やれやれ。おかしいわね、 ID 検査エリアはもっと先なのに。 A 式非常事態、非常警戒態勢発動、列車内未確認 ID を検知、各車両緊急チェックを入ります。繰り返します。 A 式非常警戒態勢発動、列車内に未確認の ID を検知、各車両ごと緊急チェック入ります。どういうこと、どうなってんだ。まずいことになっちゃったわ。説明はあと、早くこっちの車両に。しくじりやがったな。両車1に未確認、ん、車両1にか、未確認 ID 検知、ドアロック準備、行くぜ。もたもたすんな。はい、車両ロックドア完了。警告、うん、警告レベル2に移動。諸君だ、扉ロックされるっす。準備、とにかく走って。作戦2にチェンジよ。はーい。はあ、あんた忙しそうね。いやー危ない、怖いな、この秒数かけられんの。よし、抜けたか。まだよ、次の検知始まるわ。バレたらアウトよ。でも心配しないで、前の車両に徐々に移っていけばやり過ごせるわ。にひひひ、怖い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 。怖い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 。この何秒みたいなのが怖いな。よし、うまくいったな。うまくいったんかな。おう、こっちだ。行くぜ、こっからダイブだ。ゲイ。怖いね。今さらなんだよ、大体どうしてきたんだ。だってお二人さん、時間がないぞ。あよ、降りようぜ。うん、決めた。よく見てて、私飛ぶから。てい、すごう。先に行くが構わないな。リーダーは最後まで残るもんだ。いいから早く行け。かっこいいバレットさん。おう、怪我すんなよ。作戦はここから本番だぞ。はーい。じゃあな、後始末は頼んだ。よし、ここまで予定通りだ。そうなんや。しかし5番マコーローにたどり着くまでは油断禁物だぜ。ビックス、ウェッジ、ジェシーが先行している手はずになってる。行くぞお前ら。オッケー。さーて、5番マコーローはこのトンネルの奥だ。なるほどね。手前は、あ、敵だ。ティファちゃんのレベルを上げないといけないね。糸って純粋にスローですよね。ポケモンみたいな技使いやがって。スローは治るのね。オッケー。
物いた。あ、手前行けるじゃん。びっくりした。無限ループって怖いよね。無限ループやな。無限ループのやつやな。戻ったら戻るやつやな、一回で。あ、そうでもないな。レベル上げたいな、もうちょっと。おう、なんかビリビリ。この光の帯は神羅の警告センサー。これ以上奥には進めないな。なるほど。かー、狭っちい穴だな。ここからプレートの下に潜れってのか。たまんねえぜ。どうする、クラウドさんよ。中をよく見てみる。降りる、降りない。中をよく見てみる。ダクトの中に足がかりになりそうなものはないわね。ああ、このダクト降りたらここには戻ってこられないぞ。のんびりしてる暇はないぜ。いつ神羅のやつらに俺たちの行動がバレないとも限らない。クラウド行くしかないぜ。降りる、降りない。ああ、なるほどね。このあれなのかな、線路ではもう帰ってこなくていいのかな。降りる。じゃあでもよ、ゾッとしねえな。ゾッと、シュン。あ、なんかある。エテルゲット。どこ？あ、おったおったおった。特に何もない感じか。キリト。あそこ出口や。あ、なんかおった。何してんの。クラウドさん、こっちっす。5番マコーロのはしご先っす。オッケー。この辺は何もないねんな。ここは？おった。ごめんなさい。列車の ID スキャンミス、私のせいなの。クラウドの ID、私が特別制にしたからあんなことに。心を込めちゃったんだけど、失敗しちゃった。いや、別にいいよ。大丈夫だよ。穴がある。ポーションゲット。あ、セーブポイントあるね。俺たちはこれで引き上げる。アジトに落ち合おうぜ。クラウド、5番マコーロの爆破よろしく頼むぜ。オッケー。これか。テントゲット。では、キリがいいんで、この辺で一度終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければまた次回見に来ていただければなと思います。よければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。